第3位、子供も楽しい新エンターテインメントを求めて京都の中心部へ。子供も楽しめる最新のものがあるそうなんです。それは築85年のこのビルの中にあるそう。めっちゃ古いですよここも。今日は古いとこばっか行ってる感じがするんですけど合ってます？狭い階段を抜けてたどり着いた空間、客席数100人の小さな劇場です。ここで去年から上演されているのがギア。ギアとは日本初の言葉を使わないパフォーマンス。照明や映像がパフォーマーたちの表現と融合してストーリーを紡ぎ出します。セリフが一切ないため小さい子供でも楽しめる迫力あるショー。最大の見どころはトップクラスのパフォーマーたちのスゴ技、ブレイクダンス、パントマイム、マジックと次から次へ驚きが。いいですね、なんでだ。京都でしか見られないパフォーマンス。面白かったです。面白かった。本当に楽しかったです。また来たいですね、うん、京都で活動するわけがあるそうで、寺社仏閣とか、うん、お花見とか紅葉っていうのはだいたい昼間なんですよ。あ、はい、もう夕方にもう全部終わっちゃうんですよ。確かに。その後何すんねんと。夜楽しめるところが少ない京都で外国人の観光客にも分かるショーをと続けているギア、今月から最新のバージョンで公演中です。ありがとうございました。すごい、めっちゃ素敵でした。知っとこだけにプロの技を特別披露。スペードの8、動かないですよ、ここにね固定してこうやって、すごい、なんで、はい、ここがこう、すげえ、どうやって変わるの。ではここで最新秋の京都からクイズです。このギアは4つの異なったパフォーマンスからなっています。まずはパントマイム、そしてマジック、そしてブレイクダンス、あと1つは何でしょう。さあ人気のギアの4つのパフォーマンス、パントマイム、マジック、ブレイクダンスと、あと1つは何でしょうか。パントマイム、マジック、ブレイクダンスと、あと1つは何でしょうか。そうだった、生で見てみたいです ね。非常に人気があるじゃん。ヒントはなるほどね、そうですね、まあ、言葉がなくても見たらすーに分かるという。ほらほら、いやどマジやろ、ね、ちょっとすごいんじゃない、ダムちゃんいったんじゃない。いろんな道具を使うものでもありますね、うん、あ、そうですね、あるものをね、いくつも使います。何、ね、でもちょっと思いました。いくつも思った何でしょうか。心が踊るかな、木村ペアが大爆笑してますけど、何でしょうかね。早速では皆さん一緒にフリップオープン。はい、どうだ。はい、知ったこチーム、はい、影、なるほど、華やかな中でこのね、白鳥とか、なんかもっと京都の建物とか、外人さん好きやもん、確かに言葉がなくても楽しめますね。さあ、そして山田さん、子さんチーム、ジャグリング結構派手な動きがあったんで、言葉なくてストリートパフォーマンスみたいな、外人さんに向けていろんな道具を使うって言ってたもんね。道具を使う、これだ。なるほど、掛け替えよう、うちも掛け替えよう、ジャグリングダメです。モノボケという、またあるじゃんが、もう鉄板で面白いです。喋った感じだ。でこれに関しては2人ともガチで一致しました。すごい、なふみちゃん、これ一番チームワークいいペアかもわからないですね。書いたらふみちゃんがあるあるないわ、ないわ。さあ、それでは正解はモノボケなんでしょうか。こちらです、どうぞ。正解はジャグリングです。ジャグリング、空中でボールを扱うスゴ技はギアのパフォーマンスの中でもひときわ見応えのあるパートです。坂田さんは7つのボールを2分以上落とさずに操れる日本記録の持ち主。というわけで正解はジャグリングでした。やべー、正解です。坂
ほどご覧いただいた通りお子さんでも楽しむことができるんですけれども、3歳未満のお子様も入場できるキッズデーというのがありまして、毎月第1土曜日ということです。はい、ぜひ行ってみてください。いいよね、いいね、お子さん連れて。子供喜び。さあ、いよいよ大詰め最新秋の京都ベスト10、2位と1位です。